近いや本当にちょっとまたグッと痩せたよね。そうですね、あの去年ね、うん、11キロダイエットしたんですよ。えなんでなんで、太ってきちゃって。どれぐらい太っちゃったの？50を境に、うん、吸収するんですね。あそうか、あのやっぱ代謝が悪くなるから。そうですね、食べたら食べたものついちゃった。そう、何キロになっちゃったの？だから70、80近くになってて、どうやってダイエットしちゃったの？ファスティングを始めたんですね。ファスティングってごめんなさい何ですか？断食。どれぐらい断食したの？1回目が3日で2週間あげて7日。7日何にも食べないですか？食べないです。あのその間は僕はカラ酵素っていうのがあって、いろんな入ってるやつで。それを飲むの？カラ酵素飲むの。1日6回。1日6回カラ酵素飲んで、あとは一切食べなかったら、7日間も食べなかったらちょっと精神的にバランスおかしくならない？それがねものすごいクリアになってきて、なんか食べると胃腸はずっと動いてるじゃないですか。で夜もあのできるだけ早く食べろっていうのは、まあ、消化が終わってから寝ろっていうことですね。なるほどね、休ませろと。そうです、だから完全に休んでるので、はあ、ものすごい夜はよく眠れるんですよ。はあ。肌もパーンとして、ピンク色になってきて、こういうなんかこうなんかほうれい線とかこういうのがね消えてくるんですよ。へえ。なんか今も続けてるの？いやファスティングはもうその時だけ終わっちゃった。がっつりギュッと痩せようと思う時だけ、うん、で今はどういう食事してるんですか？今はね、うん、昼間にヒレステーキ。おお肉。そうそう、必ずヒレなんですけど、うんうん、毎日それ食ってます。ああ、脂の少ない分のタンパク質の量質を取れということですか？そうですか、鉄分も取れるから肉は。なるほど。そしたらもう毎日いきなりステーキです。いきなりステーキにいらっしゃるんですか？いきなりステーキ最高です。いや、いきなりステーキファン多いよね。美味しい、本当に美味しいっていう。あの発想は分かりますよね、肉好きだから。あいいのいいの、前は手前はいいの、肉だけ食って帰りたい。あもうサラダとかそんなんいらないんだと。あっという間にゴールドカードです。あすごい、素晴らしい、素晴らしい。3キロ食うとね、ゴールドカードになって、あの行くと飲み物もらえるんですよ。こっちだって見せて。スター